ザラ・キルシュとライナー・キルシュ。1964年、ライナー・キルシュは、デーベルン生まれのドイツの作家、詩人。キルシュは、ロースレーベン修道院学校で、アビトゥーア取得後の1953年以降、歴史と哲学をハレとイエナで勉強する。1957年に退学処分となる。その後、印刷所での見習い校、科学工場、農業をする。1960年以降、 フリーランスの作家となり、最初の詩集を出版した。1963年から1965年まで、ライプツィヒドイツ文学研究所で研究する。ザク選手派の代表者の一人とみなされた。1960年から1968年まで、作家ザラキル氏と結婚。1973年に、コメディー、ハインリヒ地獄の拳めぐりをめぐる論争で、SED から、 除名処分を受ける。1990年に東ドイツ作家連盟の理事になり、同年、ベルリン芸術アカデミーのメンバーになる。キルシュは、ザクセン芸術アカデミーのメンバーである。キルシュは、詩歌、ドラマ、物語、翻訳、エッセイ、音声ドラマ、児童図書などで有名である。ありがとうございます。